です。 GoPro がちょっと濡れちゃいます。出かけるのには少し時間がかかりますな。いかにか行きましょう。遅れてる。30分かかるとしてちょうどか。誰もいないね。安全運転。雪で撮る。皆さんおはようございます。本日は12月9日土曜日です。昨日お話していた通り、今日はやはり雪が降りました。私が思っていた以上に長い時間雪が降っていまして、基本的に溶ける雪なんですけど、長時間降っているために、少し車のね周り、雪を少し溶かすのに時間を要しました。といってもめちゃくちゃ時間かかったわけじゃない。まあここもあれですね、凍結防止は巻いてないですね。あ、ここは巻いてるのかな。ここは巻いてる風な気がしますね。凍結防止剤をですね、これ多分ここは巻いてますね。凍結防止剤はですね、あとすごい汚れがねそこに溜まるんですよね。車がいきなり汚く見えるんで、あんまり的に雪の日には意味がなき、用事がなければ走らない方がいいんですけど、車を、見積もりに行くっていうやってしまったもんですから、だけか出かけています。もうここ完全にやってますね。多分凍結防止は巻いてる感じかな。でもなんでここなんだろう。峠だからかな。だいたい到着予定時間が30分ぐらいと見込まれていまして、ここ何時かかな。およそ400メートル先、右方向です。大きい大きい。前が遅いし、すぐ前の車は後ろを見なくていいんですかね。
バックミラーを使わなくて走れるのか、航空車でああいうのがなくても走れるのか。こんな音があったらかえって走りにくいですけどね。100m 先に出口です。あ、もう降りんの。右方向出口です。そうなん。その先左方向です。あれ乗ったらあかんの。なになに。左方向です。その先右方向です。なになに。意味わからない。これで高速道路乗せたの、この車。あ、ナビ。もうちょっと行くか思ったらホワイト回しだよね。なんで下の道で行かせようとしたんだろう。遅刻するよ遅刻。
朝食の。およそ 200m 先、目的地です。今ですね、コストコじゃないですね、カーマックスで、約40分ぐらいで、見積もりしてもらいました。最初にですね、予約はしてたんですけど、今日は雪も降ってたもあって空いてまして、今日私の予約してるスロットじゃなくて、空いてる担当の人がそのまま自分の担当になってくれて、やってくれたんですけども、必要なものとしては身分証明として、私のドライバーズライセンスですね、
の提示が求められた後は、あとはまあずっと審査が行われて、いくということで、私が思っていたネットで検索した値段よりも、比較的高めに査定されて驚きましたね。正直、非常に自分の車をネットで検索すると幅があって、一体いくらで買い取ってくれるのかと不安だったんですね。最悪これだったら個人売買にしようかなと思ってたんですけど、個人売買だったらこんな高く売れるのかなと思ってたんですけど、まあ確かに個人売買の値段よりは安く査定はされていましたが、まあそういった意味で幅が分かったかなという印象です。はい。あとは相見積もりということで、来月、実際来月早々ぐらいに、もう一社見積もり取ろうと思うんですけども、まあ、今月中に先方の方にちょっと電話をして、いつそれに会おうかということを話していこうかなというふうに思ってます。でこれから、ここからコストコが近いので、まあ、トマトとあとはいつもの通りガソリンを補給して、帰宅しようかなというふうに思います。もう今日は一日中雪みたいなので家にこもりましょうかね。ちょっとここだけ行ったら